えー、こんにちは、えー、オギッタと申しししまますすよろしくお願いします、えー、私はあの北極冒険家という、まあ、肩書きで生きているんですけども、えーまあ、その名の通りに北極で冒険をしています冒険って、まあ、どういうことかというとこの映像に今映ってると思うんですけども、えー、自分で荷物を引いて、えー、自分の力で歩くという、まあ、エクスペディションを、まあ、行っているんですねで北極点の無補給単独徒歩 という今挑戦後、2012年から挑戦しています。どういうことかというと、ですね北極,北極点は分かりますよね、かりますよね地球の中心の軸ですけども、北極点までえ無補給単独徒歩というスタイル、自分の力で、無補給というのは途中で、工程の途中で外部からの物資補給を受けないという意味なんですけども、無補給のえ単独ですから完全に一人、でえ徒歩なので自分の まあ、足ででで自力で歩いていくってくとこすね、まあ、カナダの最北端の岬をスタートして、えー、北極点までが800キロあるんですけどもその800キロを海の上をずっと歩いていくんですね北極海です今この写ってる写真も、まあ、これ海の上なんですけど北極海って意外と深いんですよ水深が北極点の付近だと4000メートルぐらいあるんですね海の深さがでその表面が、えー、そうですね23メートルぐらいですか 凍ってるだだけけなんです表面だけですす表面ね、まあ、薄膜みたいなのがこう浮いてる、まあ、程度の氷でしかなくてですね、えー、その上を歩いていくんですねで海っていうのはあのなんでしょう海流とか風がありますので、えー、流れるんですねで動くことによってお互いぶつかり合うとこのような、まあ、山のような乱氷体っていうんですけどもそういうものを作って、えーまあ、道なんか当然ないわけですねそういう中を自分の荷物を、えー、1 0 0キロぐらいのものを 50日ぐらいかかるんですけども、えー、食料なんかを積んだ荷物を自分で引いて進んでいくと、まあ、そういうことです、えー、当然リスクもあってですね、えー、白熊にテントを揺らされたりとかですねそういうこともありますし、まあ、過去2回テントを白熊に揺らされたりしたこともあるんですけどもまあ、えー、誰もいないところで自分のミスで、えー、テントの中で火を出して、えー、両手大やけど折って救助されたりとかっていう、まあ、経験もそういうことあるで失敗も当然あります、えー、今まで2000年から 今年の3月、4月でも北極点の挑戦を今回、ことが2度目の挑戦でした、北極点に関してはですね、北極圏、カナダ北極圏、グリーンランド、全部合わせると今まで13回、2000年から通っています、まあ、そういう人間なんですね。で、まあ、多くの人は、なんでそんなことやるんですかと、ねえー、<laughs> まあ誰でも思いますよね、危ないでしょうと。 危険なのに死にそうな目に遭ってまでなんでそんなことやるんですかっていうふうに聞くんですけどもまあこう言ったら誤解を受けるかもしれないんですけども多分我々のような人間っていうのは死にそうで大変だからこそやるんですよね大変じゃなかったら多分やらないんですよなんか別になんかスリルが楽しいとかそういうわけでもないですし命をもてあそんでるつもりもないですし私死にたくはないので絶対死にたくはないんですけど ただリスクがあるからこそそれは冒険になりうるわけであってまあ危険を犯すとか言って冒険ですからね危険が前提であるそのリスクがあるからどうやってそれを超えていこうっていうことで試行錯誤が生まれるわけですねでまあ北極の探検っていうのは古くはえまあ紀元前ぐらいから行われてきてるんですけどもえまあ時代ごとにねこう盛んな時期というのがあったんですけどえまあ最後に盛んになったの時期っていうのは多分19世紀の えー、前半ぐらいだと思うんですけども、えー、ナポレオン戦争で、ナポレオンが、フランス帝国が負けて、1815年かなで、イギリス海軍というのは、フランスを一生懸命倒そうと思って、兵力をものすごい増強したわけですね、軍艦一生懸命いっぱい作って、ね軍あのなんだ、軍隊を一生懸命強くして、でも敵がいなくなっちゃったんですね、ある日、あどうしようと。 若い将校たちが、じゃあ、俺たちの出世は敵がいないんじゃん出世の機会もないぞと、じゃあどうしようということで、えー、長らく忘れられていたその北極の探検というのに目を向けて、えー、当時、まあカナ、イギリス領だったカナダの北部の方ですね、まだ地図が空白地帯でもしかしたら、イギリスから太平洋のほうに航路が、北西航路っていうんですけど、作れるかもしれないっていうので、たくさんこう軍艦を送り込むわけですね。でもやっぱりこういうとこですから、えー、たくさん日の人は死ぬわけですね。 船はボンボン沈没するし、だんだんここは航路にも使えねえんじゃないかっていうふうにえ気づいてくるんですけども、その時にまに、その頃にちょっと面白いエピソードがあって、なんでそんなことやるのかっていうことを、その理由のヒントになるえ言葉を発した人がいてですね、ジョン・ロスっていう探検家がいるんですけども、当時、イギリスの国会に呼ばれたんですね、委員会に呼ばれて、そのジョン・ロスが、 その北西航路、新しい航路の発見のために、ね、そのイギリスの政府は一生懸命、お金も人も費やして、えー、探検を行っているけれども、それにはどんな公共の利益が伴うんだと、北西航路が開拓できたら、なんか公共の利益になるのかって言ったら、そのジョン・ロスっていうのは、全く何の利益にもつながらないと私は信じてるとで、要は意味ないよって言ったんですねで、そのジョン・ロス本人も、その隊長として言ってるんですよ、何回も。 北西航路はどこだって一生懸命探しに行ってる本人がいや、何の意味もないよって言ったんですよ。な、ね、んでそんなとこ行くんでしょうかと、まあ、そういう話っていっぱいあるんですよね。いっぱいあるんですけれども、まあ多分純粋に行きたかったんだと思うんですよ。<laughs> そのジョン・ロス、ほ他の探検隊も探検家も、ね。見てみたいんですね。まだ地図の空白地でそこがどうなってるかもわからないと、ね。どんな世界があるんだろう、ね。自分の手でその謎を解き明かしてみたい。ね、自分の目で 一番初めに見てみたい、まあ、そういう純粋な思いだったんじゃないかなと。で大義名分というのは国家としての大義名分というのがある。でそれを実行するのはやはり個人なんですね。この集まりが大になってでいくと。そういう情熱を持った探検家というか、ね、一人一人の情熱を持った人間がいなければ組織としての探検もまあ,ありえなかったですね。じゃあ今の時代そこから100年200年下って今の2 0 1 0年。 4年っていう時代は私がこうやって北極を一人で歩くことにどんな意味があるのかっていうとですねおそらくその19世紀以上に社会的意味は多分ないんですよね私が北極を歩いたら世界が平和になるわけでもないですし、ね、難病の子供の病気がなるわけでも何でもなくてじゃあんでいくのかっていうことなんですけどもまあ根底にあるのはそのジョン・ロスの言葉もそうなんですけどもまあ 端的,にと端的に言っちゃうと生きたいからなんですね私もその世界を見てみたいんですねそして自分の力を試したい当然過酷な世界ですからそこに行くと日常生活では感じられない教訓というのがたくさんあるわけですねまあ我々日常を生きていると私もそうですけどまさか明日死ぬと思わないじゃないですかでもいつか死ぬとみんな分かっているじゃないですか あの何でしょう理屈としてね死はまあ何でしょうね概念でしかないというか都市社会に生きてるとでもそんなことないですよね明日私死んでるかもしれない交通事故にあってねその可能性は大いにあるんですけどもまさかそうなると思ってないんですけどでもこういう北極とかそういう世界に行くと死というものがリアルなんですよね概念じゃないんですよもうここにあるんですよね明日自分が生きてるという保証はなくて ちょっとしたミスで死ぬ可能性もありますしそこにものすごく近づいてしまってああやばいと思うこともあるんですよねだからそのでしょう生と死生きると死ぬっていうのは太陽と影みたいなものでやはりどちらか一方がこうくっきりするにはもう片方が必要なんですよねやはりその死というものが目の前にあってそれを自分で認識して自覚してるからあ俺は今生きてるんだなっていうことがわかるんです 確かに今我々も都市では生きてるんです。生きてるんだけど何か私は足りないんですね。それを感じたい、見たい、自分にはどこまでできるんだろうっていうのを、まあんでしょうね、うん、確認したい、そういう思いが、えー、自分は私が北極に行く一つの原動力なのかもしれません。で、まあ私がその北極に、えー、行ったきっかけというかですね、えー、一番初めのきっかけは今から15年、4年ぐらい前になるんですけど、 2000年に初めて北極に行ったんですね。でその前の年の99年の3月で大学を中退しました。3年通っって大学を辞めちゃったんですねでな,なんでしょうねその頃まで何もやったこともなくてアウトドアをね今までこそこんな冒険かなんてやってますけどその時までアウトドアもやったことないですし海外旅行も行ったことないですし普通に、まあ、今日ここにね参加してくれてる大学生の若いボランティアのスタッフとかいましたけどももう皆さんと全く変わらない。 20年間、21年間だったと思うんですよ。別に普通の人です。ね、ただ、なんかこう、逃げきらないものがあったというか、ね、毎日が面白くなかったんですよ。で、俺には何かできるんじゃないかなってずっと思ってたんですね、できるはずだみたいな、ね、若い頃ってみんな、誰しもあると思うんですけど、根拠のない自信みたいなものはね、満々とあって、エネルギーだけはあるんですよ。でも、それ、どこに使っていいか全く分からなくて、なんか憤りというか、怒りというか、ね。 でそんな、えー、状態で大学もやめて、3月でやめてで、えー、その年の99年の7月21日だったんですけども、偶然見ていたテレビに、冒険家の大場光郎さんという方が冒険家でね、あの北極、南極を歩くっていう冒険をする人がいるんですけども、テレビに出てたんですね、トーク番組だったんですけども、でえー、北極とか南極の話をしてて、その番組で初めてその人のことを知ったわけです。で 足の指を頭傷で10本も全部切っちゃってたりとかですね白熊に転倒を襲われて死にそうになったとかそんな話をいろいろしてるわけですよ何だろうこの人も頭おかしいんじゃないかなみたいなね <laughs> すげえなこの人と思って見てたんですけどでもなんかやっぱりすごいすげえななんですよすごいなこの人と思ってなんか惹かれるものがあって一生懸命テレビの中でしゃべってるんですよねでそしたらその番組の中で来年若い人を連れて大学生ぐらいのね若者を10人ぐらい連れて一緒に 北極を歩こうと思ってるんですよっていうことを喋ってたんですよ700キロ北極を歩く大学生連れてああ俺もこれ行ってみたいなって何かねそうテレビ見せてあこれ行ってみたいなと思ったんですよでその後と、ね、大庭さんに手紙を書いたんですね私も偶然テレビ見て、えー、何もやったことないんですけどとアウトドア経験もないし海外旅行も行ったことないし行けるんでしょうか そんな感じのね手紙を出したら後日、返事が返ってきてでそれがきっかけで、えー、参加することになったんですねで私が22歳の時2000年の4月から5月にかけてカナダの北極圏の海の上を700キロ歩くっていう、えーまあ、グループでですねそういう旅を行いました私にとって初めての北極、初めての海外旅行 <laughs> それ行く前にパスポートを取って <laughs>。 どこ行くんですか北極ですすか北極ってね <laughs>、まあ、カナダなんですけどねカナダの北極圏になるんです。えー、で初めてのアウトドア体験で700キロ北極歩くっていうのをやりましてで翌年の2001年から、えー、23の時からじゃあ今度一人で北極行ってみようというようになって思うようになって23の時から今度現地の村に一人で通うようになってそれから毎年のように長い距離を一人で歩くという、えー、ことをまあ繰り返してきています。 でまあそんなねあの十何年をずっと繰り返してきて今、まあ、チャレンジしようとしているのがその北極点無補給単独徒歩というものなんですけどもまあやはり難しいんですよね非常に。えー、世界で今までその無補給単独というねその縛り縛りですよね制限をかけて北極点まで到達したのは人類史上でまだ一人しかいません。 月に行った人間の方が多いですね <laughs> そ,うそ,うそう考えるとね、月に行ってる方が何人か行ってますから、北極点はね、行けるんですよ、飛行機チャーターすれば行けるんですけれども、どうやって行くかという、ね、ことなんですが、まあ、非常に難しくてですね、えー、初めの,その大庭さんに連れて行ってもらってから、まあ、北極点のチャレンジというのは、2012年からスタートしてるんですけども。 そこまでは、まあ、基本的に私はもうずっと一人でやってきたんですね。日本でに,にいる間にアルバイトして半年ぐらい働いて、お金作って、えー、100万、200万、まあ、たまには300万ぐらいとりあえず、もう半年で寝ずに働いて作ると。でそれを持って北極へ行く、全部使う、帰ってくる、すからかになってる、また働く、<laughs> お金作る、北極へ行く、全部使うっていうのを、まあ、10年ぐらいやってきたんですけど、じゃあ次は北極点だと。も、ね、ももう俺も十分経験持つんだとスキルも もう得ただろうと北極点ってやっぱりお金もかかるんですでいろいろやはり手続き関係とかも、えー、必要でですねこれは一人じゃ無理だな、まあ、2000万かかるんですね北極点や飛行機のチャーターが何とか必要になるのでチャーター量が高いんですけどもそうなった時にですね、まあ、今現在私の仲間が非常に増えたというか、えー、できたんですよねで、まあ、例えば私の 日本の事務局を務めてくれる人間であるとか、えー、海外とのそ接触をしてくれる人間であるとかウェブ周りの発信をしてくれる人間とかですねそういう人間が仲間が集まってきてですねまあよく考えると私はそんなになんか俺は北極点やりたいから誰か手伝ってくれってね呼びかけた覚えもあんまりないんですけどもなんか気が付いたら手伝ってくれる人が横にいたんですよね。 多分その初めの10年間、一人でやってきた10年間というのは、私は一人でやりたいと思っています。それは、自分がどこまでできるかってやっぱり知りたかったんですね。自分の量分を試し知りたかったというか、試したかったというか、確認したかったんです。でや、そこまでやって、もう北極のことだったら俺は誰にも負けんと。でも、お金集めってどうやったらいいんだろうって分かんないんですねで。自分に足りない部分を仲間が今度フォローしてくれるようになった。 根拠のない地震っていうところからまあスタートしたんですけど、やり続けていったら、やはりだんだんそれは自分の確固たる地震にまあ変わってきたんですね。俺はこれはできると。俺にしかできないっていうふうにも今、今思ってます。まあ大げさかもしれないんですけど、北極のエクスペディションに関して私は多分日本で一番知ってます。でもそんなものを誰が必要にするかは知りませんけど <laughs>。で、まあそういうことで、え、ー 今やってるんですけどもそれはまた自分のんでしょう北極でのチャレンジっていうのともう一つお一昨年から始めてるものがあってですねえ日本での活動ですね日本ではですね今えーいくつかやってるんですけども夏休みに子どもたちを連れて長い距離を歩くっていうことを始めてますえ1回目は一昨年に北海道で網走から釧路まで160キロあるんですけどそこを子どもたち小学生ですね3人連れて えー、13日間からキャンプしながら、まあ、歩いたんですけどもで去年が夏休み第2回で,、えー、東,京で東京駅をスタートして富士山のてっぺんまで160キロ歩いたんですね100マイル160キロで距離を設定してるんですけどそれも11日間でしたで今年の夏休みも3回目を、まあ、行う予定でですね今年は大阪の海をスタートして港をスタートして 大阪の町のど真ん中を通って京都の真ん中を通過して琵琶湖から山を越えて福井県の日本海側まで160キロですねこれ10日間かけて小学生たちを連れて今5人が集まってるんですけど一応定員6人にしてるんですけどもまだ1人余裕ありますから6年生ですよ。 ます、えー、また先々はですねやはり私は一番初め大庭さんに連れられて北極を、まあ、歩いたっていう経験があるので、えー、今度は自分が若い人を連れて北極行きたいなって思いもあるんですね、まあ、これは別になんか世のため人のために何かやろうってわけじゃなくて、まあ、自分が楽しそうだから <laughs> やりたいんですね今,今でも、ね、当時の私みたいになんかこう何やっていいんだろうなっていうね逃げ,逃げ切らずに生きてる若者はまあ絶対いるでしょうから。 私もその気持ちはよくわかるのでそういう連中を連れて一緒に北極なんか歩けたらいいなと思っています、まあ、冒険っていうのは一番大事なのは主体性だと思うんですね自分に主体を持つことです主体を持って主体を自分に持って自分の行動をまず信じて信じることですね信じて好奇心を持って試行錯誤を繰り返すことそれが冒険だと思っていますなので、まあ、冒険って別に 北極であるとかアマゾン川であるとかそんな遠く離れた地でしか行えないものではなくて日常生活、まあ、みんな冒険なわけですね自分がこの踏み出す一歩っていうのは誰の判断の主体の一歩なのかそれは私は自分の主体でありたいと常に思ってますし、まあ、北極では、ね、自分の主体で判断して一歩を踏み出さないと危険であるっていうそういう教訓があるんですね人の判断で踏み出すと死ぬんです そこが危険なのか、そうではないのか、いけるのかいけないのかって判断できるのは現場では自分でしかいないので、周り誰もいないですから、常に判断の主体は自分に置かなければいけない、それは北極であろうが、都市であろうが、変わらない話なのかなと思っていますま。私は主体的に、能動的に生きること、それが冒険だと思って、これからもそういうふうに生きながら、自分の冒険をしつつ。 今まで得てきた経験を社会にどう還元できるかなっていうことも日本に帰ってきたからテーマに今後も冒険をしていきたいと思っています。